ジャパネットプレゼンツ日本菓子協会新春12時間歌謡祭第1部、皆様明けましておめでとうございます。心に響くぬくもりの声、ビタミンボイス、三山ひろしでございます。歌は人々に癒しを与えてくれます。悲しい時、苦しい時、嬉しい時、どんな時にもそばには歌がありました。そんな歌を皆様に届ける歌手たちが集まる日本菓子協会が出来上がって今年で60年でございます。僕はまだもちろん生まれておりませんけれども、この60年にはいろんな歌が生まれてまいりました。あの歌、この曲、あの人、この歌手、菓子協会誕生の昭和38年、世の中にはこんな歌が流れておりました。明けましておめでとうございます。菓子協会創立60年、その記念の歌祭り、今から夜の12時まで12時間連続でこの60年に生まれた歌を中心にたくさんお届けをしてまいります。
司会進行歌手協会理事長合田道人でございます。よろしくお願いをいたします。そしてご一緒安心できるこの人です。はい、五代夏子です。私たちの人生とほとんど一緒の歴史を持つ歌手協会の大切な歌謡祭、はい、今年こそ素晴らしい年に一年でありますようにと祈りながら歌をお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、歌手協会が生まれた昭和38年にデビューした方に出ていただこうと思っております。デビュー曲は美しい10代という歌でございました。続く第2弾も本当にヒットしました。久しぶりに歌ってくださいます。みんな名もなく貧しいけれど、そうです、三田明さんです。どうぞ。風は今夜も冷たいけれど、星は優しくささやきかける。昼は楽しく働く仲間、みんな名もなく貧しいけれど、喜び知っている。かわいいフリージャー真っ白い花が夜の教室優しく飾る。僕ら今こそ小さいけれど、みんな大きく伸びゆく若い。明日の青空知っている。さあ、小だら叩いてご陽気に。昭和38年の紅白歌合戦の視聴率は 81.4%。 すごい時代でした。さつきみどりさんは1週間に10日来い。今日は妹さん小松みどりさん。見れば見るほどいいとこ、飲みっぷりなら日本一。あとことんとことん、あなた好き好き、かわいいお顔、花も咲きます。とことん酒場、1週間にダメよと意見して、それでいつしかこうなった。あとことんとことん、はしご酒なら浮気な証拠、さあさあ飲みましょう。とことん酒場、一週間にとかと、四角四面の世の中を、丸く分かれば春も来る。あとことんとことん、小皿叩けば手拍子添えて、
苦労を忘れるどこどん酒場一週間にとかこいとことんとことん。小松みどりさんでもお姉さんにどんどんね、そっくりになってくる、ね、本当ですね、色っぽいですね、色っぽいですよ。さて、私たちはまだ赤ちゃんでした。あ、この頃ね、はい、そうだね、この年のレコード大賞がまさにこんにちは赤ちゃんだったんですね、はあ、そうなんですよね、はい、梓道夫さんならぬ梓優子さんが歌います、こんにちは赤ちゃん、どうぞ。赤ちゃん、あなたの笑顔、こんにちは赤ちゃん、あなたの泣き声、その小さな手、つぶらな瞳、はじめまして私がママよ、こんにちは赤ちゃん、あなたの命、こんにちは赤ちゃん、あなたの未来に、この幸せがパパの望みよ、はじめまして私がママよ、二人だけの愛の印、健やかに美しく育てと祈る、こんにちは赤ちゃん、お願いがあるの、こんにちは時々はパパと、ほら二人だけの静かな夜を作ってほしい、おやすみなさい、お願い赤ちゃん、おやすみ赤ちゃん、私がママよ。この年の新人賞、船木和夫さん、高校3年生から始まった学園シリーズ、この歌も昭和38年のヒット曲でした。学園広場、青山真君です。空に向かってあげた手に若さがいっぱい飛んでいた、学園広場で固く見合って you
翌年昭和39年東京五輪の中で歌われていた東京の日をいつまでも歌われたのが新川二郎さん。昨年は元気に歌謡祭ご出演でしたが2022年8月帰らぬ人となりました。宇山康雄さんが歌います。雨の外縁よいの日々や今もこの目に優しく浮かぶ君はどうしているだろうか。ああ東京のまでも花の唇涙の笑顔お父さんが泣けた。愛しい羽田のあのロビー、ああ東京の家いつまでも。歌手協会が誕生した昭和38年レコードセールスが第1位だったというのが実は前年10月に発売されこの年大ヒット、あまりのヒットにさらに翌年のお正月映画にもなった赤いハンカチなんですね。石原裕次郎さんの。そうですそうです。ということは最初から映画主題歌として作られた歌ではなかったんですか。そうなんですね。当時は歌がヒットしたら歌謡映画ということでそのヒット曲の詩を脚本にして映画化されていたんです。そしてその時はもちろん裕次郎さん、お相手は朝岡瑠璃子さんでございました。この歌を歌っていただく方がこの方です。田辺康夫さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いいたします。田辺さんは現在歌手協会の会長さんですが長いこと役者の世界にいらっしゃって歌ってなかった時代がありましたよね。そうそう、はいはい、そうなんです。その芝居をしている頃はお宅の旦那様が、はい、よくご一緒何年もしておりまして。そうですか。そしてデビューの時のキャッチフレーズもすごかったんですよね。田辺さんの。そうなんです。どういうわけだか小型裕次郎と言われましたどうしても小型なんです。そうですか、ね、足の長さは一緒ですけどね。いやいや、ありがとうございます。じゃあ皆さん足の長さを見てあげてください赤いハンカチ田辺康夫さんです。赤鹿の花の下であの子がそっとまぶたを拭いた赤いハンカチよ。恨みに
落ちた。北国の春も行く日、俺たちだけがしょんぼりいてた遠い雪雲よ、知る気になれば二人とも霞の彼方に行かれたものを、裕次郎さんが出てきたらやっぱりひばりさんの歌ということになりますよね。そうですね、ひばりさんがその年の紅白大トリで歌った哀愁で船、今日は五代夏子さんです。頑張って歌ってきます。こちらには歌手協会設立時から協会においでになっていた大ベテランたちです。新しい年でレコードデビュー70年、白根和夫さんでございます。そして68年目大津よしこさんでございます。こんにちは、ありがとうございます。白根さん、70年、すごいことですね。いや白根さんはデビューの時は学生服でしたよね。16かな、うん、17かな、うん、うん、そのくらい、そんなぐらいだから、だから学生服着てたんですね。そうですか。そうそう、大津さんもデビューは若かったですよね。はい、17歳でございます。高校生でした。
歌手協会ができた頃はまだお二人とも20代だと思うんだけど、どんな感じでしたか？あの阿波屋先生ねとか楽屋がね緊張しっぱなしでした。もう怖くてガタガタ震ってました。では今日はですね、あのお二人の紅白歌合戦初出場の曲をお願いしたんですね。はい、はい、大津吉子さんは、はい、あの東京アンナから参りたいと思います。そうですね、はい、65、6年前の、はい、よろしくお願いします。どうぞご一緒にお手拍子を。東京アンナ大津吉子さんです。ライト噂のあんな、重ねる先の激しさはこらえた恋の仕業やら、あうあう誰やがしろむずれそく、その名はあんな東京あんな吐息のあんな、どうもありがとうございます。お二人とも1月のお生まれ、はい、新しい年で大津吉子さんなんと85歳でございます。すごい美しいですね。次男坊ガラス二十歳の刺繍の白根和夫さん、はい、87歳におなりになります。ご立派です。紅白初出場曲はこの歌でした。面影いずこ、白根和夫さん、大きなご声援を。風のささやきよ、ふるさとの森に林にあさりやらぬ乙女の夢、遥かなる夢悲しい囁きに、ふとしの君の微笑み、ああ君よ面影いずこ。思い出は思い出は星のため息よ、
ふるさとに人は移れど、ああ消えやらぬこの灯火、残る灯火寂しい、今宵も風のささやきに、今年の君の微笑み、ああ君よ面影いずこ。これからも頑張ってください。白根和夫さんでした。ありがとうございます。誰にも言われず互いに近い。やはり歌手協会創立の時代から在籍していた和田博史とマヒナスターズのメインボーカル松平直樹さんが6月11日に旅立たれました。なっちゃんもご一緒に歌う機会が何度もありましたものね。松平さんはね、本当に可愛がっていただきました。優しくて、優しかったです。ダンディだったんですよね。はい、素敵でした。当時はマヒナスターズと一緒に歌うとスターになると言われておりました。今流れていた誰よりも君を愛すで松尾和子さんがスター歌手になり、翌年にはこの方がマヒナと一緒に歌った北上野曲でヒットを飛ばします。この方のお姉さんは星の流れにの菊池亜希子さんでいらっしゃいます。玉由紀子さん、北上野曲です。どうぞ。Ooh.
来いよ。松尾和子、玉井由紀子と来て、翌年は昭和37年は吉永小百合さんが、はい、マヒナと一緒にデビューするわけですよね、はい、面白いことなんですけど、レコード大賞の新人賞っていうのがあるじゃないですか、はい、新人賞の時に実はマヒナと歌ってるんだけれども、その女性だけが新人賞を取るっていう、そんな時代でもあったんですね。まあそうですよね、マヒナスターズさんはベテランですもんね。そうです。昭和40年はこんな方が新人賞でございました。愛して愛して愛しちゃったのよ、田代美代子さんです。改めて田代美代子さんでございます。ありがとうございます。さあ、玉さんもどうぞお入りください。玉由紀子さん、どうぞ。さあ、お二人にちょっと松平さんのお話を聞きたいなと思っておりますけれども、ご自分の音楽に対してのすごい厳しかったですよね。ほう、初めてね、はい、松平さんにお会いした時に着物だったんですよね。そしたらね、マイクの持ち方、うん、ここ出たらね、おかしいんだからねって。なるほど。だからこうやってなるほど教えていただきました。それを教えてくれたのが松平さんだった、はい、さあ、美代子さん、美代子さんは、はい、もう松平さんとの思い出はもう尽きないですよね。そうですね、私もただ学生で何にも知らなくて、まさか愛しちゃったのよっていうあんな
こう色っぽいような歌を歌うとは思ってもみなかったですから本当にびっくりしました。だけどいろんなことを教わりました。例えば愛しちゃったのよって歌うとき最初私は愛しちゃったのよって死の中で、ね、聖地の愛を入れたらそこに愛はいらないと死をね、あなるほど、死の発音ですね。そうだから愛の発音がいらないから、はい、だから愛しちゃったのよって話すように歌うのよって、それが美代子さんのヒットにつながったんですね。そうでしょうか。そうですね、嬉しい、ありがとう先輩本当ですね。今日はですねもう一方三沢明美さんも駆けつけてくれてるんですけれども今ちょっと車が渋滞しているようで、はい、もう一曲マヒナを思い出してぜひともお二人に歌っていただこうと思います。お座敷小唄参りましょう。お願いいたします。三沢さんが着きました。わー、三沢明美さんと三人でお座敷小唄どうぞご一緒に。婦人の高嶺に降る雪も京都本土町に降る雪も雪に変わりは何じゃなし溶けて流れやみんな同じ。好きで好きで大好きで死ぬほど好きなお方でもつまった友人が勝手やせぬ泣いて別れた河原町どうかしたかと肩に手をどうもしないとうつむいて目にはいっぱい涙ためあなたしばらく来ないから三の坂どこいつか歌の文句じゃないけれどお金も着物もいらないわあなた一人が欲しいのよ。いや間に合ってよかった。よかったねえ、なんかあの当時のレコード大賞から紅白みたいな感じで今ついてくれました。いやどうもごめんなさい。とんでもないです。松平さんの思い出って言ったら何がありますか。はい、そうですね、やっぱりあけみちゃんあけみちゃんって言って、うん、私デビュー当時振られ上手に惚れ上手という曲がデビュー曲なんですけど、はい、その時からまた17歳の頃からもう本当によく知っていただいてお兄さんみたいな人でした。そうですか、はい、では、はい、ちょうど歌手協会が生まれた昭和38年、三沢明美はレコード大賞新人賞を受賞するのです。お待たせしました、島のブルース三沢明美さんです。甘みながちやがしゃそてつのかやげで泣けば揺れますさねんばなよ。
寂しがらせる浜千鳥よ、はSudaira Naoki さんは昭和45年にマヒナスターズを脱退して新しいグループを結成しました。はい、松平直樹とブルーロマンですね。その時に歌った歌に幸せになってねという歌がありました。はい、その時はあまり話題にならなかったんですが、うん、その後トシイトとハッピー&ブルーさんがタイトルを変えて歌って大ヒットさせます。ほー、はい、幸せになってね、その後私祈ってます。はい、はあ、ハッピー&ブルーの元ボーカル森本秀代さん、私祈ってます。体に十分注意をするのよ。お酒もちょっぴり控えめにして、あなたは男でしょ、強く生きなきゃダメなの。私のことなど心配しないで、幸せになってね、私祈ってます。私祈ってます。時間が必ず解決するのよ。どんなに苦しい出来事だってあなたは私よりもっといい人見つけて、言われお願い泣いちゃおかしいわ。幸せになってね、私祈ってます。さあ、1970年代の到来です。僕たちにとっても
あの時代の歌、思い出の歌ばっかり出てきますよ。そうですね、私たちは小学校の低学年、テレビから流れてくる歌にドキドキワクワクしたものです。森山加代子さんのこの早口の歌、楽しくてですね、真似したもんですね。そうでしたね。白い蝶のサンバ、今日はですね、色っぽく、由美純子さんです。どうぞ。私は蝶になる、あなたの胸怪しい雲の糸、儚い命定めなの。あなたに抱かれて私は蝶になる、涙をため口づけ受けるのよ、溢れる酔いながら溺れるも、恋は心も命も縛り、死んでゆくのよ、蝶々のままで。あなたに抱かれて私は蝶になる、気ままな夢忘れて苦しむの、儚い命恋のため散らせるの。あなたに抱かれて私は蝶になる、怪しい雲の糸、儚い命定めなの。あなたに抱かれて私は蝶になり、震える羽激しい恋に焼く、二度とは空に帰れない夜に泣く、蝶になる朝日の中うつろな蝶は死ぬ、儚い命恋の日を抱きしめて。岸陽子さんの希望も素敵な曲でした。毛利由紀さんです。希望という名のあなたを訪ねて、遠い国へとまた汽車に乗る、あなたは昔の私の思い出、ふるさとの夢、初めての恋。けれど私が大人になった日に、黙ってどこかへ立ち去った、あなたにまた会うまでは、私の旅は終わりのない旅。希望
という名のあなたを訪ねて寒い夜更けにまた汽車に乗る悲しみだけが私の道連れ隣の席にあなたがいれば涙ぐむ時その時聞こえる希望という名のあなたのあの歌そうよあなたにという言葉も強烈でした。この歌で覚えたものです。懺悔の値打ちもない北原美玲さんです。あれは2月の寒い夜やっと10時になった頃窓にちらちら雪が降り部屋は冷え冷え暗かった愛と行くのじゃないけれど私を抱かれていたあれは8月暑い夜すねて10を超えた頃細いナイフを光らせて憎い男を待っていた愛と行くのじゃない そしてこうして暗い夜年も忘れた今日のこと街にゆらゆら明かりつきみんな祈りをするとき懺悔の値打ちもない見たかった昭和47年日中友好の印にパンダのランランパンダが送られてきました。ガム島で発見された横井庄一さんの恥ずかしながら帰ってまいりましたは流行語になりましたね。その年の歌バスストップ平浩二さんです。バスを待つ間に涙を拭くわ知ってる誰
誰かに見られたらあなたが傷つく。何を取り上げても私が悪い。過ち償うその前に別れが来たのね。どうぞ口を開かないで甘い言葉聞かせないで一人で帰ろう。バスを待つ間に気持ちを変える。つないだこの手のぬくもりを忘れるためにも。しないで一人で開けろ。部屋の鍵は重たい。バスを待つ間に気持ちを変える。潤んだその目の美しさ忘れるためにも。昭和47年といえば、はい、沖縄が日本本土に返還された年でもありましたね。そうなんですね、はい、昭和47年って僕たち小学校5年生かぐらいですか、うん、あの僕は北海道でしたから札幌でオリンピックがあって、はい、パンダのランランカンカがやってきて、で沖縄がね復帰してってすごいことがたくさんあったんですね。すごいことありましたねこの年は。沖縄復帰50年を祝して今回はですね、沖縄に住んでいらっしゃる歌手協会会員の山里恵子さんがわざわざ沖縄からやってきてくださっておりまして、ありがとうございます。沖縄を代表するこの歌を芭蕉布どうぞ。海の青さに空の青、南の場所は情けに手を招く常夏の国、わしたし島うちな。
沖縄返還がされたその頃、沖縄出身のアイドルスターがヒット曲を飛ばしていました。そう、南沙織さんの色づく街、咲島淳さんです。今もあなたが好き、眩しい思い出なの、あの日別れた駅に佇み、ああ青い枯れ葉噛んでみたの。街は色づくのに、会いたい人は来ない、母に甘えて打ち明けるには、少し大人すぎるみたい。愛のかけら抱きしめながら、誰もみんな女になる気がするの。さよならはその日の印ね。抱きしめながら、誰もみんな女になる気がするの。さよならはその日の印ね。街は色づくのに、人のぬくもり、ああ遠い過ぎてわかるものね。三人娘のお一人、小柳ルミ子さんの昭和48年のヒット曲「恋の雪はかれ」。今日は雪国北海道からやってきてくれました久保田美雪さんです。雪の中も黒い汽車が今遠ざかる、会えなかったあの人に手渡すはずの顔を見て伝えたかったの恋しさを。
と別れるはずの占い信じられなくて、ああ顔の雪払うのも忘れて佇む北の街、この次帰ってくるまでは肌につけて持っています。恋の雪は枯れ、南沙織ちゃん、そして小柳ルミ子ちゃん、そして三人娘のもう一人が天地真理ちゃんですよね。天地真理ちゃんは私なんかすごく親しみがありました。というのも同じ昭和26年の11月生まれだったからなんです。まあ本当懐かしいな。実は今日は私が真理ちゃんの歌を歌いますありがとうございます。だから水色の手紙ではなくて、まりちゃんのデビュー曲の水色の恋、聴いてください。さよならの言葉さえ言えなかったの、白雪姫みたいな心しかない私、遠く去って行く人に涙だけが、ひとしずくひとしずく飛んでゆくの、あの人にさよならを言わなかった、さよならはお別れの言葉だから、あなたの姿、あなたの声はいつまでも私の思い出に、一人だけ歩いてたあの人は、白雪姫みたいな愛を知ってるかしら、水色に残された影を追って、なぜかしら夢の中、
明けましておめでとうございます。郷在香織です。どうぞよろしくお願いいたします。昭和38年、はい、日本歌手協会が発足されました。私となんと同じ年なんです。え？同い年なんです。ですから私も新しい年で今年還暦を迎えることになりました。え、言っちゃっていいの？いいんです。若いね。だから赤い着物着てるんでございます。今日はね、おめでとうございますということで。おめでとうございますということで。はい、そういうことで、まずは、はい、歌手協会が誕生した時期にはもう歌手として大活躍をしていた皆さん、昭和40年代になっても続々とヒット曲を飛ばしましたが、テレビでは最近聞けないあの大ヒット曲は、伊藤ゆかりさん、誰も知らない。いや、知ってます、その歌。いや、もちろんそうです。あ、そうですか。伊藤ゆかりさんです。どうぞ。しまう、もう二度と会わないと決めたの私。ああ、誰も知らない出来事だから、別れがとても辛くて辛くて、燃え残る夕焼けを見つめな、出て行く私。このままで帰ろうか、振り向こうか、あなたなら一人でも生きてゆける、愛しすぎて傷をつけて、もうこれでおしまいと感じた私。ああ、誰も知らない出来事だから、別れがとても辛くて辛くて、身を焦がす朝焼けに背きな、歌手協会が生まれた年の紅白歌合戦では、今のゆかりさんは中尾美恵さん、園真理さんと共に三人娘として一組で登場してたんですよ。一組でね、はい、豪華です ね、 ね、3人の中でムードたっぷりで、私が子供の頃から憧れだったのが、やはり大人の魅力の特にこの方、園真理さんでした。はい、あの当時を振り返って、なんと今日はスタンドマイクで歌ってくださるんですってよ。はい、昭和ですね。はい、はい、なんでもないは園真理さんです。私が黙ってうつむくと、どうかしたのと聞くあなた、その胸に甘えたい、そんなんでもないわ。話す言葉が邪魔になる、じーんとする時もあるのよ。愛しているからなの、あら、なんでもないわ。好き好き好きという
こちゃんやなの女には愛しすぎると反対に憎いこともあるのよそなんでもないわ思い過ごしのせいなのね昨日あなたは何してた責めるつもりじゃないわなんでもないわあの時代のポップスシンガー三人娘に忘れていけないのがそうですね例えば美子さん広田美恵子さんだよねそうですねそしてこの人初代コメットさんといえば九重由美子さんです昭和44年のヒット曲久々に黄色いタンポポ九重由美子さん黄色いタンポポ風にそよいで幸せを知らせるその花言葉丸いタンポポ丸いタンポポ風に浮かんで神様のお使いその花言葉アスファルトの割れ目に咲いた花笑顔を交わす街の人たち小さいタンポポ小さいタンポポ大きな町に幸せのお使いその花言葉さんが歌ったさらば恋人今日は昨年度の歌手協会最優秀歌唱賞受賞走り雄介さんですさよならと書いた手紙テーブルの上に置いたよあなたの眠る顔を見て黙って外へ飛び出したいつも気づかない二人だった
冷たい風に吹かれて夜明けの街を一人行く悪いのは僕の方さ君じゃない揺れてる汽車の窓から小さく家が見えた時思わず胸に叫んだ必ず帰ってくるよといつも幸せすぎたのに気づかない二人だったふるさとへ帰る地図は涙の海に捨てて行こう悪いのは僕の方さ君じゃない「これも大ヒットしました悪魔が憎い」「お前が好きさ好きなんだたまらなく好きなんだ」「お前のいない夜はつらい苦しみ募るばかり」「だけどどうにもならないたまらなく好きだけど」こちらのお席、歌手協会が設立された昭和38年12月にデビューしました。本当にお久しぶりなんです。好きのブルースやマリモの歌などでおなじみ、九条真理子さんでいらっしゃいます。こんにちは、九条真理子でございます。九条さんはデビュー当時、はいはい、コロンビア5人の星としてね、はい、実は後ほど登場していただくあのマジンガー Z のアニメ界の兄貴水木一郎さんの奥様でもいらっしゃいます。お世話になっております。主人が、はいはい、もう結婚して50年以上経ってます。そうですか、はい、さあ久しぶりにテレビであの歌を歌ってもらう、どうですか。そうなんですね、もうあのこのフルバンドで歌わせていただきますことは本当に楽しみにして、もうなんか歌手だったんだなっていう気持ちが伝わっていうか、そういう気持ちで歌いたいと思います、はい、では大ヒット曲懐かしく好きのブルースお願いします。九条真理子さんです。忘
れはしない霧降る街で初めて触れた男の心南へ。ここからは歌で旅してまいりましょう。函館から東京への北海道新幹線を歌った歌です。北に舞う天城道博さんです。風が舞う時が舞う北の岬の雪が舞う一人ぼっちに過去が舞う過去という名の思い出たどりゃ風の噂が邪魔をするただ一人の都会もいいがだけど気になる夜更け前窓の向こうは面影ばかり涙ぐんでたあいつが浮かぶ早ぶさどこへ行く夢が舞う人が舞う港函館北に舞う風が舞う夜が舞う拗ねているような時が舞う函館北に舞う大都会の歌今度は東京運河です。熱海の夜紅葉の今は亡き函館慎一郎さんの歌ですね。そうです。雪道山パパが歌います。悲しくなるほど女心くすくてこれが愛かと
身を投げ出した恋した女を産になるものね離さないよの一言がありがたかったの原田由里さんに出ていただきましょう。歌はもちろん木曽路の女。今度の旅は福井です。
来年開業する北陸新幹線の駅名越前、掛布が歌の舞台。ここのご出身、ここがこの人のヒット曲、まさに私が生まれて育ったところ、野地由紀子さんです。今日は越前掛布の夕暮れは、雨の雫がポツンと一つ、格子窓にはアジサイの群れ、お僧者さんへと続く小道に羽黒トンボが先を行く。日が暮れたら夏夜の祭り、音花が路地で無邪気にはしゃいでる。ああ越前掛布の夕暮れは、日野さん燃やす真っ赤な今度は大阪に参ります。大阪となれば待ってました、お兄ちゃん、中村光子さんです。大阪城はうちと一緒になれへんか。人は心や銭やない、泣いたらあかん、泣いたらあかん、ベビーの台なしや。飛びたのお店に出るという
きながら通天閣見上げ、これでうちの人生終わりやと思ったけど、死んだらあかん、精一杯生きてみよう、あんたの言葉聞いてそう思ったんや。サンキュー、おきに。夢を捨てたというのなら拾ってあげる、拾ってあげる、大事に温める。花の熟と熟語まで共に飛ぶいた踏んだ中、やけぼくいに今こそ火をつけて、うちと一緒に で旅する。今度は南国与論島、母守歌与論恋しや千葉ひろみさんです。あなた塾で私を産んだ、私塾で島を出た、よ街はフランス・パリ。鳴海修平さんのピアノとともに昭和26年、双葉明子さんが歌ったパリの夜、恵美小堺さん。水と情けは流れて揺れて、末はどこかで消えるものなの。もう一度あの人に会えるなんて思
夢のようなお話ね。パリの夜も今夜はこれで、遠い明かりも静かに消えた。ボンソワムシュ、一人で帰りましょう。かわいいしおおおうしゅ、夜明け星、おやすみね。藤山一郎さん、阿波谷のり子さん、双葉秋子さんらとともに昭和の初期から活躍し、歌手として初めて紫綬褒章を受章したのが庄司太郎さん。歌手という地位を向上させてくださった方と言っていいかもしれませんね。はい、赤城の子守歌、国境の町、旅笠道中、紫小歌、隅田川、麦と兵隊、もうそのヒット曲の数は枚挙にいとまがありません。そうですね、はい、そんな中から今日はですね、名月赤城山、三条由里子さんが歌ってくださいます。威勢よく。日本歌手協会歌謡祭特別編、 BS テレ東で大好評放送中のプレイバック日本歌手協会歌謡祭、いつもありがとうございます。創立から60周年を迎えた日本歌手協会、
歌文化を後世に伝えようと、これまで8人の会長が中心となって活動してきました。今回は特別編として会長の歌姿を懐かしの映像で送ります。まずは初代会長庄司太郎さん、懐かしのモノクロ映像で国境の街。会長藤山一郎さんです。今日は昭和60年第7回の歌手協会歌謡祭で歌った懐かしのボレロ。南の国、歌の国、開放で表紙を取れ、楽しき今宵。南の星十字星、いい年の瞳に似て輝けるわ愛の光。今宵もあの空に高く響け思い出の懐かしの。三代目会長はディック・ミネさんでした。清水港の名物はお茶の香りと男だて、旅姿。四代目会長林勲さん、マムロ川ブギ。5代目歌手協会会長はバタヤン田畑芳雄さんです。今日の映像は平成12年第27回歌謡祭で歌った大トネ月夜です。あれをご覧と指さす方に、トネの流れを流れ月夜、昔笑うて眺めた月も今日は涙の顔で見る。6代目会長だった青木浩一さんは現在名誉会長職、今度の2月で97歳でいらっしゃいます。今日は19年前の映像です。春には秋の
7代目にして初の女性会長が誕生しました。ペギー葉山さん、珍しい和服姿で南国土佐を後にして、南国土佐を後にして、都へ来てから行くと恋節を出し、土佐の高知の播磨山市で菩薩かんざしを見た。よさこい、よさけまして、おめでとうございます。川中美幸でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この歌手協会が発足して60年、はい、私はまだまだ生まれてない頃からスタートされたんですね。は？はい、歌手協会は発足して60年ですよ、はい、あら、そうだったんですか。生まれてないんですか。多分そうですか。歌手協会初代会長は庄司太郎さん、それから数えて60年、現在の会長は田辺康夫さんです。ヒット曲でお迎えください。寄せばいいのに、田辺康夫さんです。どうぞ。女に生まれてきたけれど、女の幸せまだ遠い。せっかく掴んだ愛なのに、私の他にいい人いたなんて。どうにもならない愛だと分かっていても、お嫁に行きたいあなたと「バカねバカね寄せばいいのに」「ダメなダメな本当にダメな」「いつまでたってもダメな私ね」悩んでみたって野暮だよと他人は気軽に言うけれど、あまりに深い愛だから、今すぐ忘れるのとっても無理なこと。一緒になれない人だと感じた時から、諦めきれずにめっそめっそ泣いている。バカねバカね寄せばいいのに、ダメなダメな本
当にダメな、いつまでたってもダメな私ね。お疲れ様でございます。カラオケ時代がやってきて、はい、寄せばいいのに本当によくいろんな方が歌ってらっしゃいましたよね。そうですね、二人酒とか、うん、本当によく入れていた。それはあなたの歌ですね。そうですね、うん、でもそれぐらい歌われたんですよね、はい、うん、二人酒で紅白初出場の時って、はい、一緒の初出場の方ってどんな方いたんですか？そうですね、あの時代はね、苦労の演歌組なんて言われましてね、あの竜哲也さん、奥飛騨包丁、それから山本譲二さん、牧村美恵子さんや松村和子ちゃん、はい、松村和子ちゃんだけはその前の年に帰ってこいよでデビューして、ーということになるとラッキーな初出場だったって言っていいかもしれませんね。そうですよ ね、 ね、今日は、はい、帰ってこいよに続いたこんなヒット曲を久々に、三味線山内博史さんとともに、おかよちゃん、わあ懐かしい、松村和子ちゃんです。僕ね、彼女とね、はい、同い年なんですよ。でね、デビューも一緒だったんですけれど、実はデビュー前からね、北海道で歌のレッスン場も一緒で、切磋琢磨した仲なんです。今初めて知りました。そう、何しろ当時から彼女歌うまくてね、石川さゆりさんの能登半島なんて、もう絶品でしたよ。当時あの郷田さんは、あの歌のレッスン してらっしゃったんですか？そうなんですけど、僕はフォーク歌手でデビューすることに、でもね、やっぱり当時はね、やっぱり秀樹さんとか五郎さんとか、それから布施明さんとかのレッスンもしてましたけど、演歌のレッスンっていうのもしましてね、角川博史さんの歌なんかよく歌ってましたよ。はぁ、特にね、純情の夢っていう歌があったんですけれど、これもいい歌です。あの、その話をね、お聞きしたので、はい、角川さんにお願いしましてね、すると角川さんが何十年かぶりに今日はその歌を歌ってくださるってことになりました。ありがとうございました。嬉しいです。思い出の歌です。角川博史デビュー第4弾、純情の夢、お願いします。
じゃない泣いたっていいじゃないよだって女一人が生きるためいい人ですものあなたが浮気をしたなんて嘘だわ嘘だわ嘘でしょう諦めだけ悲しみだけ恋なんて夢なのよ愛されて知ったのよ愛されて純情そうよあなたにかけたのよ私のことならこのまま黙ってほっといてバカなのバカなのバカなのよ束の間だけその時だけ恋なんて夢なのよ兄さんありがとうございましたさあ流れてきました今度は三船和子さんです、はい、これからご紹介する女の定めがヒット中に交通事故に遭われて声が 出なくなり一度歌手を引退されましたでもこの歌はしっかりと今も生きています私も大好きな歌女の定め三船和子さんです今年はあの当時ヒットしたのにあまり最近聴けないなーなんていう曲へのリクエストにもお答えしてるんですよねそうなんです三好英二さん今年の歌は昭和49年のヒット曲彼と黄昏が
あの窓に降りてきて、カーテンを紫に染めている坂道のあたりまで出迎えに行こうかと手を休め、ふと思う彼と暮らしてるこの部屋でいつかは泣く日が来るだろうか。カタカタとサンダルを踏み鳴らしバスが着く時間にて走り出す。街の日を肩寄せて見ていたら、この人は何だろうと感じるの。一年が過ぎたのにまだ彼は誰にでも妹だと話してる。彼と暮らしてるこの部屋で泣く日が来るだろうか。ポロポロとわけもなく泣けてくる幸せで、頼りない夜更け頃。昭和40年代日本をもっと見直そうという風潮が見られるようになりましたね。はい、そうですね。歌の世界も、ご同様、日本調の歌が数々ヒットしていました。下町育ち笹みどりさんです。引退されていた榎本美沙絵さんがこの歌
阿藤三味線で歌謡界にカムバック。続いて歌ったリバイバル十三夜をヒットさせていたのもちょうどこの頃でした。日本情緒たっぷり琴恵子さんです。阿藤闇に一声月夜に見越えすがりつかせぬ途中三味線抱いて泣いてまたこす女坂。帯も結ばず黒髪とかずあえぬ日数を指折るばかり髪も仏この世に泣けりゃ合わしますまいこの両の手を三味も知らない江利千恵美さんが歌った芸者音頭女方歌手北岡博さんのお出ましです。さあご一緒にお手拍子をしよう。芸者芸者と言うけれどあだんやおろそかなれやせぬお色気抜きのお座敷で難しい顔の差し向かい儲け話もなかったギスギスガクガクへそ曲がりまとまる話もなく目にしやがれヒゲとヒゲとがにらみ合いあわやの時にあらこんばんは芸者芸者と言うけれどあだんやおろそせぬ楽しいはずの宴会で苦虫潰したご挨拶やめりゃいいのにいつまでもギスギスガクガクへそ曲がり叩き同士じゃあるまいしこりゃ男同士の睨み合いあわやの時にあらこんばんは言うけれどあだんやおろそかなれやせぬ飲めや歌へのブレイクを社長に部長に課長さん俺が俺がと言ってるうちにギスギスガクガクへそ曲がりん狐とタヌキのバカし合いこりゃ決まる予算もご挟んであわやあらこんばんは
りいいですね。お正月ムード満点です。そうですよね。何しろこういった歌が昭和30年代終わりから40年代にかけてヒットしていった、はい、でもその第一人者となったらこの人じゃないかと思うんですよね。はい、出世街道、人生街道に続いた街道シリーズ第3弾というのがございました。はい、紅白でも歌った大ヒット曲をお願いいたしております。浮世街道、畠山みどりさんです。待ってました。ない浮世と嘆くじゃないよ、誰がこの世をそうさせる。泣くも笑うもその腕次第、火事を取るのはればこちらが立たぬ、義理と情けの挟み撃ち、生きじゃ